海洋管理協議会は、持続可能な漁業を行う漁業者を認証する制度の運営機関、ロンドンへ本部を置く。1990年代初頭に、カナダ近海、グランドバンクのタラの漁場が乱獲により、壊滅状態になったことを契機に、1997年に、世界自然保護基金と、タラの加工食品を販売していたユニリーバが主体となって設立された。 1999年からは、両組織から独立した、非営利団体となっている。国際連合食料農業機関の定める、責任ある漁業の行動規範に沿って策定した、環境基準に基づいて、第三者機関が、水産資源保全と、海洋環境保全に責任ある漁業者の認証を、行う。基準を満たした漁業者は製品に、MSC エコラベルを表示することができ、 世界で消費される天然魚の7%が認証を受けている。日本国内では京都の底引きも漁業や土佐ガツオ水産のカツオ一本釣り漁業が認証を受けており、環境意識の高まりから日本国外で認証された水産物を含め MSC エコラベル表示のある製品の流通がイオン、生油、生協などで始まっている。なお MSC エコラベルを指すものとして、 海のエコラベルという故障がある。海のエコラベルは商標登録されており、MSC エコラベル以外での使用は認められていない。ありがとうございます。